はいどうも、開会管理人です。2022年10月3日、午前9時30分現在の韓国のニュースです。今月1日、プロレス界のレジェンド、アントニュー猪木さんが亡くなったという悲しい知らせがありましたけど、このニュースは韓国でも大きく取り上げられてるんですよね。 なんで韓国人がアントニオ猪木を知っているんだと。そう思われる人もいると思うんですけど、これにはいろいろ理由があって、まずアントニオ猪木さんの師匠である力道山が半島出身であったこと。それに伴って北朝鮮とのコネクションを持ち、たびたび北朝鮮を訪れ、拉致問題の議論なんかもしたことがあったので、韓国でもよくニュースで報じられてたんですよね。だから韓国人も猪木さんの存在をよく知ってるんですよ。あと猪木さんのデビュー戦の相手でもあり、名優でもある大木金太郎さん。韓国では キムイルという名前で活動していてすごく人気の高かった選手なんですけど彼も半島出身の選手でその試合は韓国でも放送されてたんですよねだからこの不法を知らせるニュースのコメントにも昔はキムイル対イノキの試合はスポーツのビッグイベントだった幼年期に見たプロレスの思い出アントニオイノキとかそんなコメントなんかも書き込まれていて当時の韓国のプロレスファンの目には大木金太郎、キムイルと戦うイノキさんの姿はよく目に焼き付いてんですよね このキム・イル・大木金太郎さんの話をすると、彼は韓国では、韓国プロレスの発展に大きく貢献した人物、韓国プロレスの父として知られてるんですよね。力道山の試合を見て、プロレスの真似事をするようなレベルだった韓国のプロレスに、本格的なプロレスを持ち込んだ人物でもあるんですよね。韓国のプロレスは今は衰退してますけど、その衰退した理由も、キム・イルに変わる人がいなかったからだと、言われたりしてましたね。そんなキム・イル・大木金太郎さんが、晩年、韓国で闘病生活 している時猪木さんが頻繁に訪れ支援したっていうエピソードが韓国でよく知られていてだから猪木さんの死去を伝えた韓国のニュース記事の中で最も多くの共感数を集めたコメントが晩年に不遇になったライバルのキム・イルが闘病生活をしていた時国内では誰も関心を持っていなかったがアントニオ猪木は日本にいながらキム・イルの病院費を出し支援を惜しまなかったというそれなりに義理のある人物であるこういう内容が書かれてるんですよね。そういうい背景もある 猪木さんの死去に対する全体的な韓国人の反応としてはみんなその死を惜しんでいる状況で。 ご冥福をお祈りしますと。そういうコメントがたくさん書き込まれていましたね。私の思い出の人物がまた一人消えた。平和のために身を捧げたスポーツ界の英雄。安らかに眠ってください。そんなコメントも書き込まれていましたね。あと全然関係ないですけど、週刊少年チャンピオンで連載されている、浦安鉄筋家族っていう漫画あるじゃないですか。これ韓国でも、変人家族というタイトルで出版されていて、人気が高いんですよね。その作品の中で、国会議員っていうキャラが登場するんですけど、それが猪木さんをモデルに しているっていうことでそこから猪木さんを知っているっていう人も韓国では多いんですよねだから変人家族でたくさん見た人です亡くなったなんて本当に惜しいですご冥福をお祈りしますっていうコメントにも多くの共感数がついていました 次のニュース行ってみましょうか。これ日本でも知ってる人は多いと思うんですけど、二千二十年に韓国の西の海、公海上で韓国の公務員が北朝鮮に銃殺されて燃やされるっていう事件が起きたんですけど、当時の韓国政府、ムンジェイン政府はこの事件について、銃殺して遺体を燃やすという行為は残虐であり、北朝鮮を求断するが、この公務員は自らの意志で北朝鮮に渡ったものであり、いわゆる越北であると言って、自己責任だよね、みたいな結論を出した ですよね。でもその後遺族から越北する理由がないとかムンジェイン政府は公務員が救命胴衣をつけていたという理由で越北と言ってるけど当時の海水温はすごく低くて3時間で低体温症になると言われているところを泳いで越北するとか考えられないしそもそも防水服っていう低体温症を防ぐ救命胴衣よりも優れたものがあったにもかかわらずそれを着用せずに越北するとかあり得ないとそういう話も出てきたんですよね。これが 遺族が公開した防水服なんですけどこれがその公務員が乗ってていいたた船にそののまま残されていたんですよねこの防水服の存在については、ムンジェイン政府も知っていたはずだと。それなのになぜ越北だと結論付けたのか。南北関係改善。当時は終戦宣言の話も出てましたけど、そのために、自分たちの政治的利益のために、たまたま事故で海に落ちて北朝鮮側に流れた人を越北者に仕立て上げたんじゃねえかと。もしそうなら、国民を売り飛ばした重大な問題だぞと。 そういう指摘も出てるんですよね。そういう疑惑の多い事件なんで、ユン・ソン・ヨル政権になってから、この事件について再調査が行われることになって、今、韓国の監査員っていう、行政を監査する大統領直属の機関があるんですけど、そこが中心になって調査に当たってるんですよね。で、今回、この調査の中で、韓国の元大統領、ムン・ジェインに対しても、書面調査に応じろと、そういう通知が入ったことが明らかになったんですよね。ついに、元大統領にも調査の範囲が及んだかと。 韓国では大きく報じられていて、これに対して、ムンジェイン元大統領は、調査には応じられないと、書面の受け取りを拒否して、共に民主党は、ユン・ソン・ヨル政権と検察による政治報復のターゲットが、ムンジェイン元大統領であることが明らかになったとか、監査員の監査権を乱用してるとか言って、批判している状況なんですよね。 やましいことがないのなら、正々堂々調査に応じて、真実を明らかにすればいいんじゃないですかね。なんで拒否するのかよくわかんないですけどね。韓国の歴代大統領は、退任後に逮捕されるっていうのが恒例行事になっていますけど、国民から高い支持を得たまま退任したムンジェインも、その例外ではないかもしれませんね。最後のニュースです。 すすごくどどうででもいいニュースですけど韓国の海洋水産部が独島竹島に生息していたアシカ韓国ではドクトアシカとか言われてますけど、これを調査した論文に、ドクトアシカっていう名前ではなく、日本アシカっていう名前を使ったっていうことが判明して、今韓国で批判されてるんですよね。しかもアシカだけじゃなくて、イワシとかイカとかカキとかにも日本という名前がついていたらしくて、これに対して韓国の国会議員は、我々の海で生まれ育った生物が、 日本や中国のものと呼ばれているのなら、生物資源をはじめとする領有権を守る上でも悪い影響を及ぼすと思うと答えてんですよね。韓国の海洋水産部としては、国際的に通用する単語を使っただけだと言っていて、今後はドクトアシカという表現を併記するよう努力すると答えてんですよね。要するにその生物の正式名称に日本という名前がついていたから、しかも論文だからそのまま書いたってことなんでしょうけど、これに対して韓国国民は公務員。としての の魂も国家観もないとこんな奴らが公務員なのかと間違ったことを謝罪してドクトアシカに修正すれば終わることを何が日本アシカと併記するだと正気じゃねえなと思い懲戒処分を下すべきだとそう言ってるあなたが正気じゃないよみたいなコメントも書き込まれていましたまあこの故障問題日本海もそうですけど日本という名前がついていたらそこが日本の領海になったり日本のものになってしまうのであればわかりますけどそういったことは一つもないのにただ精神的に不愉快という理由だけで で問題するっていうのが本当にしょうもない連中だなとそういう批判が国の品位を下げることになるとそう考えるのが普通だと思いますけど韓国人としては鼻くその大きさでも日本に負けるなとそういう精神状態なんでねこれも何言ってもどうしようもないのかなと半分諦めてます以上となりますそれでは皆さんまた次回チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします